最後っぺえ最後っぺえルイヤ OK いいね。でもこういうのが練習なんだよ。これ超なんだよ。山側に重心が残ってる人はなかなかここうまくこなせない。跳ねるよね。見えた。ターン前半入ってきた時につけてるから、ここは残っててこうやってきてるから、吸収も何もできない。飛んでる。関係ないところで飛んでるもんね。全部飛んでるね。で今は飛ばされて総括だ。おお、いったいった。おお、転ばねえ。よし、ブッシュの方行っちゃった。よくかけないで。なかなか果敢にみんな滑ってます。とにかく先を見て自分が通りたい、コースをちゃんと見極めるってことと、その時にどういう姿勢で入っていったらいいっていうことをどん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 自分の中でこうイメージしながら入っていく。フィードバックの場合はその場で対応ですけど、フィードフォワードなんで先を読んで動いていくっていう、すごくいいトレーニング法なんで、こういうコブの中の大回りはすごく練習になります。
ちょっとスキーを横に向けてブレーキをかけすぎかな、ちょっと怖がってるかな。とにかく回数重ねて克服するしかないです。あ、ちょっと怖がってるからお尻が落ちてます。それとやっぱスキーを横にして、ポジション後ろなんで、コブのたんびにスキーの先はもう上がってきますよね。